皆さんこんにちは、最初マンの YouTube です。今日もですね、鬼ラジ田中あっちゃんからですね、お金の授業について学びましたので、それをアウトプットの意味でも、紹介していきたいなと思っております。はい、参考、あっちゃんが参考にした文献などもこの後、お知らせできればと思いますので、僕よりももちろん断然あっちゃんの方が、知識量とかもあったり解説も細かいと思いますので、もし、気になる方はあっちゃんの YouTube を見ていただく方がもちろん分かりやすいかなと思います。僕はそれを、より要点を絞ってというか皆さんにお伝えしたいなと思いましたので、またちょっとまとめて、おります。これをですね、一緒に見ていければなと思います。僕もですね、やっぱりお金って、めちゃくちゃ大事だなと思っていて、これ綺麗事とかではなくて、やっぱり世の中綺麗事だけでは片付かず、やっぱり世の中お金かなと思っています。人によって満足する額だったりは違うと思うんですが、必ず必要なものですし、僕の場合は、自由な買いたいと思った時にそれが手に入れられる状態を作ったりとか、自分の子供ができた時に、より挑戦できるような環境を整える意味でも、お金って必要なのかなと思っています。実際にですね、やっぱお金を稼いでる人は、ただお金持ちなだけではなく、やっぱそのお金を稼ぐための努力であったり、日頃から考えてる人かなと思うので、やっぱり、そういう人たちがお金を持ってさらにお金を生み出し、子どもの教育にもつながり、その子もやっぱり、普通の教育よりもやっぱりいい教育現場を与えられるみたいなところでいくと、やっぱりお金ってかなり重要かなと思うので、そこについて、勉強してみました。まずですね、これはオリラジあっちゃんが11冊ぐらい本を読んだ上 で出した結論になるので、僕たちもこれを見た上で、自分でどうしていくべきなのかを考え結論を出すっていうのがまず前提かなと思ってます。じゃあちょっと結論、あっちゃんがここに関しては新たな2冊を読み、それをもとに、出したもので、それも加えた11冊の総まとめの結論がこっちになってます。はい。で、株投資の結論でいくと、デイトレードはなかなかやっぱ危険だよというふうに解説しています。なぜかというと、これ結局ギャンブルらしいですね。テクニカル分析っていうのをやっていて、どのタイミングだったら、買う、どのこうなってきたら、売却するみたいなのを、もう本当に日ごととかでもうスマホに貼り付きで見て、その上でしっかりと分析をし、やっていくようなものなんですけれど、やっぱりこれにはかなり時間というか、かなり貼り付けでやっていかないといけないですし、やっぱりギャンブルが好きな人とかじゃないとなかなか難しいみたいですね。で、やっぱり成功している人はごく一部で、有名なこういうデイトレーダーみたいな人がいるらしいんですが、その人も億とかをやっぱり稼いでいるものの、結局その人の著書とかでも、私はギャンブル好きで、この株をやっていない時でも、麻雀だったりとか、そういうギャンブル系の遊び日娯楽で、やっているほど、やっぱギャンブルが好きで、そういう何て言うんですか、一部の才能を持ったそういうギャンブル師みたいな人たちが成功しているだけで、もうほとんどの人は失敗するとなっています。で、その次には個別銘柄は、三角ってなってるんですけれど、やっぱりこの個別銘柄で成功している人、有名な方がいらっしゃるらしいんですが、そういう人とかも、ファンダメンタル分析といって、テクニカル分析みたいな、こう日時で、メーターを追ってやっていくのではなく、ファンダメンタル分析っていうのが、その、企業の財務状況だったりとかを徹底的に調べ上げ、この企業なら、今後見据えた上でも大丈夫だろうという確からしい、情報を持った上で分析していくみたいな話なんですが、やっぱその個別と銘柄をやって儲けている、人
でもやっぱりその分析にかなりの時間を要して、やっとまあ確からしい情報が集まったと思ってようやく買うぐらいの勢いなので、僕たちにそういう時間があるかとか、そういうその人の分析力があるかでいくと微妙なところかと思いますので、まあ個別銘柄はまあちょっと三角かな。でまあやっぱり成功している人の方がもちろん少ないです。じゃあ何をするかでいくと、投資信託がやっぱりいいらしいです。で投資信託には2種類あって、まあアクティブファンドもしくはインデックスファンドというものがあります。ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、アクティブファンドでいくと、まあ、あるその声優そういう専門家に投資家に任せて、まあ、アクティブより、攻めた運用をしていくようなイメージですので、その攻めた運用をし、しっかりと結果を出す分、その分手数料を多くくださいねっていう仕組みらしく、やっぱりこの手数料の量もかかる、かつ、かかるもので、よりその投資家たちが、まあ、より攻めたような、株を買っていき、まあ、ちょっとやっていくようなものになっているらしいです。で、次にインデックスファンドでいくと、日本のこう株価のこう上下に合わせて、こうそれに合わせたような動きを緻密にしていくようなのがインデックスファンドらしいです。なのでよりこう安全にというか、安牌にこうしっかりとそのメーターを見てやっていくと、それをまあ一任できるというところになっていて、手数料はやっぱこっちの方が少ないですが、ここでポイントがやっぱりインデックスファンドの方が長い目で見ると全然成功している人が多く、でアクティブファンドをやっている会社とかも、もうインデックスファンドの勝率とかがやっぱ高いのを見て、どちらかというとアクティブファンドに頼んでもインデックスファンドのようなこう動きを真似てやっていることが最近では多いらしいです。なのでインデックスファンドのような動きをするのに手数料が高いみたいな形になってしまうので、やっぱりインデックスファンドの方がおすすめということでありました。はい。で次にポイントが、日本株より米国株、これは俺お金の知識って本当ないのでほほーと思った部分なんですけれど、日本株というのはと米国株で、なんで米国株いいかでいくと、日本株と米国株ではそのあり方仕組みが違うらしく、日本株の場合は一度上場とかをするとよっぽどなことがない限りそこから落ちないので、もうかなり昔に上場したような企業とかもどんどん残ってどんどん溜まっていくというのが日本株ですね。一方で米国株でいくと、500なら500、4000なら4000みたいな枠組みの中でかなりの入れ替え、その時に一番、成熟しているというかが企業がこう入れ替わるので、常にオールスターみたいな状態の株になってます。ので日本の株でいくと、例えば、あっちゃんも野球で例えていたんですが、今旬な選手もいれば、昔プロだった、すごかった日本代表だったけど、今はもう老いぼれっていうと失礼ですけれど、今も現役が退いているようなところもあれば、今現役で頑張っているところもあればっていうのがこう乱立しているので、こうその時一番すごいメンバーからいくとちょっと微妙というか、そういう感じになってます。ただ米国株でいくと、先ほど言ったようにその時成熟している企業がこう入れ替わりが激しいものになるので、常にオールスター、アメリカのメジャーリーグオールスター対日本の迷宮会入りしたメンバーたちみたいな感じになっているので、やっぱ米国株の方が、優位というか、自分のお金を投資するのであればいいということでありました。でじゃあどの米国株を買うのがいいのかっていうことですね。米国株であり、かつインデックスファンドであるものでいくと、この2つ TSAX、楽天全米株式インデックスファンド、もしくは SBI バンガード、S&P500 インデックスファンドという2種類らしいです。それが有力らしいです。
この2つその頭文字とか英語でついてるんですが、そのもちろん何かの略称であるんですけれど、僕そこはもう、覚えてないです。なんですが、何違いでいくと、そのアメリカの株市場の中の、4000、トップ4000というか4000で選ぶか、その中でも厳選された500で選ぶかの違いらしいです。4000という枠組みの中で、よりその多い企業の中から、運用してほしいよっていう人は4000の方がいいかもしれないですし、より厳選された500で勝負したい方は500でいいかもしれないですっていうところで、このヴァンガード社って、これ両方ヴァンガードなんですけど、ヴァンガードって何かでいくと世界初の、インデックスファンドらしいです、まあ、世界で、ごめんなさい見えないね、世界で最初に、インデックスファンドを始め、今も、成功しているというか、インデックスファンドが結局一番いいでしょっていうのを世の中に知らしめたのがこのヴァンガードらしいので、間違いないものになっているかなと思います。はい、で、ここからがそのあっちゃんが読んだ11冊ですかねのお金の本の中で共通言語として言われているようなものから、あっちゃんが導き出した結論になってます。で、行くと、まあ、窓口には行くなというふうになってます。手数料ハンター、まあ、その窓口に行くといい窓口で、いいソファーに座り、丁寧なサービスを受けていただける、受けさせていただけるので、その分対価としてやっぱ手数料がかなり取られますよね。で、まあ、窓口に行くとやっぱりその方々が売りたいものを売るであったりとか、僕も営業やってるんであれなんですが、やっぱその同じ会社にいてもやっぱりその個人個人の力量ってやっぱ全然違うので、まあ、もしかしたら本当にお客さんのためを思ってすごいいい、プレゼンターであればいいと思うんですけれど、そうでない場合とかもあると思いますので、まあ、そういう意味も含めてもやっぱ手数料だけかかって本当に自分に合ったものが選べるのかでいうとちょっと疑問なところもありますので、やっぱりこの窓口には行かずにみたいなところがあります。で、やっぱりあっちゃんも言ってたんですが、こういうことって言っちゃうと、大手、まあ、投資会社みたいなところ、証券会社みたいなところとかにも叩かれるので、学校教育とかも絶対言えないし、まあね、いろいろこう気にされる方は言えないみたいなところあると思うんですが、まあ、僕も一個人ですし、まあそういう真実とかを共有するのが本当に面白いし、みんなのためになるというふうに、まあ、あっちゃんも解釈してますし、僕もそれは同じ考えなので、まあ、共感している部分あります。で、積み立てNISAですとか、まあ、イデコとかで、まあ、やっていくのがいいんじゃないかっていう話をしてます。で、株をやろうっていうところが2番目なんですけれど、まあ、預金とか債券もなかなかやっぱ今厳しいですよね。やっぱり預金したところで、まあ、利息が 0.001% と、100万円を10年預けても100年か、ちょっと計算が忘れたんですが、でももうそういう100円レベルしか増えないよっていう形になっているので、預けたところでっていうのとか、やっぱりその銀行自体も今後、残っていけるかどうかみたいなところはあって、それが紙くずに変わってしまうとかっていうケースもあったりとか、インフレによってそれが紙くずに変わってしまうケースとかもあるので、それが、やっぱ預金とか債券とかをしても、まあ、利率も少なくリスクもあると、インフレとかに左右されるリスクもあるので、まあ、やめた方がいいんじゃないかみたいな話をしてました。で、債券も、まあ、預金よりかも、まあ、利率はいいみたいなんですが、それでも 0.05% という形でそれでも低いよという話をしてたので、やっぱりもう今後はお金を育てるというフェーズ、お金に働いてもらうかというフェーズに移っていくべきかなと僕も思いました。自分の労働だけでは賄いきれない
部分をお金がお金を生み出すような仕組みを作るっていうのは本当にあの僕も楽していきたいタイプなので本当にそういう思考は持っていきたいなと今後強めていきたいなと思っています。はい。で、まあ、単利と複利みたいなところで、まあ、複利の部分で、お金を増やすって意味では株いいんじゃないかっていう話でしたね。で、米国株を長く持てっていうことです。まあ、先ほど言ったように米国株っていうのは、アメリカのオールスター企業の株を、まあ、インデックスファンドで、運用してくれると。でそれを長く長期的な目線で持つことでインデックスって、その市場に合わせた動向をうまくこう見て安排でというかやっていくものになるので短期的なものでいくともやっぱり利益って生み出しづらいんですがやっぱこれを長く持つことで、それが、蓋を開けて成功だったねと思えるのが、まあ、20年後とか30年後になるらしいんですがその時にああ良かったねって言えるように、まあやっぱ長く持つべきです。で、まあ、結果この、まあ、こういったものの結果からやっぱインデックスファンドが手堅く一番皆さん成功しているよということなので僕はこれを受けた上でもそういうインデックスファンドっていいなだったりとか自分で時間をそんなになんか分析とかせんくても、やってくれるとでそれが勝率が一番高いのであればそこに投じる意味はあるなと思うので僕もすごい知識を得て自分で考えた上でそれいいなというふうに思っています。はい。でここすごいいい共有だなと思ったのが、借金をせずに軍資金でやれと、まあ、これこういう株とかやる上での鉄則なのかなと思います。ローンとかリボとかレバレッジとかが残っている状態で、やるのではなくしっかりともう何も、まあ、極端なこと言うと、まあ、捨ててもいいお金というかどうなってもいいお金でやっぱやるべきかなと思ってます。そうすれば、まあ、別にどうなってもいいお金なんで、まあまあ、損した少し損した場合でも全然苦しくないというかになりますしあとはやっぱりそういうクリーンなお金でやることで、より余裕を持ってできるかなと思います。でここで、まあ、あっちゃんが言ってたのは給料3ヶ月分をもうローンとかがもない状態でそれを用意しそれを、まあ、突っ込むとでそれを運用してお金がお金を生む仕組みを作っていくっていうふうに言っておりました。それで僕もちょっとそれをやってみたいなと思ってます。で最後にそれをじゃあ何に突っ込むかでいくとヴァンガードのインデックスファンド先ほど言った4000社のバージョンか、500社のバージョンかっていうことになっています。でこれはもうこれは僕の好みというか僕の考えでいくと僕は結構、まあ、安定的なところをやりつつでもただ勝負したいなみたいな思考もあるのでそこでいくと500の方がいいかなと思っていて厳選されたその500しかもその500ってただ500が常にあるわけではなくてそういう実力とか成熟度によって入れ替えをしっかりとしてくれているというところでいくと全然安心できるしその500社にかけてみたいみたいなところあるので本当に自分が今後やるのであればこれかなと思っているので、まあ、このやる上でどういう風な手順を踏めばいいのかとかやった上でこうどうなっているのかみたいなのは今後僕もやってみてですね皆さんにお伝えできる部分があればやっていきたいと思います。さあどうでしたでしょうか。なんかこういうのをやっぱ噛み砕いて勉強していくとやっぱり今後の銀行ってどうなんだろうとか証券会社大きな窓口を持っているようなところってどうするんだろうとか今後どういう戦略でやっていくんだろうとかこれを勉強したことでより違うなんか推測だとか世の中的なところってどうなるんだろうっていうようなところも考えれたりするので本当にやっぱ学ぶ知識量が増えるってことはいろんなものに精通するなと思っています。はい。僕も全然お金のこれはもうあっちゃんが学んだことを素直に表現したんですけれど今後いろんな
勉強していく中でよりもっとお伝えできることがあれば噛み砕いてお伝えしていければと思います。じゃあまた、今日も休日楽しみましょう。ありがとうございました。